青山学院大学陸上競技部監督の原進です。広島県の生徒の皆さん、お元気でしょうか。コロナウイルスも収束へ向かいつつはあるのですけれども、また何か元気を取り戻してきたかなというような状況だと思います。このような状況下の中、生徒の皆さん何ができるでしょうか。やはりまずは勉強ですよね。しっかり勉強しましょう。そして原点に戻って書くことを大切にしてください。友達へのメッセージ、 LINE やら Twitter やら、そういったオンラインでのメッセージの伝え方あろうかと思いますけれども、自分自身の言葉を手紙に託してはどうでしょうか。自然と漢字も覚えますよね。表現方法も覚えますよね。また手紙をもらった時、どれだけ感動することやら。愛する人へ、愛する家族へ、愛する友達に手紙を書いてください。コロナに負けずに頑張ろう。